新潟県の部落解放同盟が新潟県の県立高校に、この学校の同和地区出身者は何人だとかね、そういうことを言ってですね、で、まあ、確認会、糾弾会をやって、で、学校の先生がですね、どの生徒はなんか部落出身だの、そういうことをベラ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 喋ってたっていう話について、まあ、僕は解放同盟と、学校の間でやり取りされたような、そういう文書を情報公開請求したんですね。で、前の動画で話した通り、半年ぐらい伸ばされて、で、今、おそらくは解放同盟側の審査請求で、まあ、申し立てで執行停止っていう形になって、いまだ文書開示を受けてないっていう状態になってるわけですね。で、そこで今回ですね、昨日ですね、こういう参加人参加許可申請書っていうのを出しました。これどういうものかっていうと、まあ、行政不服審査法という法律に基づいて、審査が今されてるんだけども、それに対して利害関係者が参加できるという制度があるんですね。で、まあ、当然私が情報公開請求してね、執行停止を受けてる張本人なので、当然利害関係者なわけなので、まあ、参加させろっていうふうに出したわけだけども、この審査請求しているのが教育委員会なんですね。新潟県の。で、その教育委員会が、まあ、許可しないと参加できないっていうことになるので、そこでもう一つ出したんですね。この審査請求書っていうのを出しました。これはですね、ちょっとまた論点が変わってくるんですね。これは、まあ、情報公開って言っても部分公開の決定を受けたんですね。まあ、実際にはまだね、その部分公開さえも実際にはされてないんだけども、一応決定自体は受けてるので、で、部分公開っていうことは全面的な公開じゃないので、非公開の部分は公開してほしいっていう、そういう審査請求です。で、まあ、具体的にはですね、まあ、個人名だとかね、そういうのは別に出さなくてもいいと思うんですよ。で、まあ、またね、ややこしいことになるから、部落地名とかもね、今回は別に出さなくていいです。ただですね、その解放同盟とその学校とのやり取りでね、まあ、そういう個人名とかそういうものじゃない部分については、まあ、出してもいいだろうっていうふうに思うんですね。というのも、一応ね、僕はなんで一部非公開になってるのかっていう理由を受け取ってるんだけども、その理由として、信頼関係が損なわれ、将来の情報収集に支障をきたし、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるっていうふうに、まあ、書いてあるんですよ。で、まあ、誰との信頼関係、誰から情報収集してるのかってことを具体的には書かれてないんだけども、まあ、解放同盟関係の文書を請求してるから、まあ、解放同盟との信頼関係っていうことなんでしょうね。ただですね、今回の場合、やってることが、まあ、はっきり言って、生徒のね、なんか親が部落出身だの、そういう話を解放同盟ベラベラ喋るのは、これ、地方公務員法の守秘義務違反に当たる可能性もあるしですね、で、さらに、まあ、確認会っていうのをやってるわけです。これね、もう相当昔の文書なんですよね、平成元年に。法務省自身もね、この確認糾弾会については、童話問題の啓発にとってはね、それ好ましいものじゃないからね、そういうものには参加しなくてもいいよっていうような通知を出してるんです。なので、まあ、はっきり言って、その教育委員会とこの解放同盟との関係っていうのは、まあ、まともなものじゃないですね。適切とは言い難いですね、どう考えても。まあ、下手したら、もう刑事罰に値するような、情報漏洩って、秘密漏洩っていう、まあ、その違法行為の疑いもあるんで、で、そういうものを信頼関係とかですね、情報収集って言って保護するに値するのかっていうことですよね。だから、こういう行為を今後も継続したいがためにですね、情報を隠すっていうのは、それはおかしいんじゃないかということで、まあ、それでこういう請求をやったわけです。まあ、他にもこういろいろやりますよ。とりあえず、まあ、今回はこれをやっときました。それで一応調査のためにね、まあ、こういうことをするためには当然ですね、この新潟県の部落についてね、やっぱ知らないといけないんですよ。知らないと、このね、この問題の本質っていうのは分かってこないので、まあ、つい先日ね、村上市まで行ってきました。新潟県村上市、もうここほとんどね、山形県ですね。もうじいさんばあさんの言葉なんかも訛りが強くて、なかなかね、ヒアリングは大変なんだけども、行ってきたんですけどね、まあ、文献なんかだとね、村上市のあたり、まあ、いわゆる下越地方って言うんだけども、このあたりではね、まあ、いわゆるエタとかね、そういう言葉使わないんですね。で、もうこれはもう現地のネイティブな発音とかネイティブな言葉を聞いたんだけども、村上市の北の方、もう一番下越でも奥の方ですね、そのあたりだと、
渡りっていうんですね。もう90歳ぐらいの地元のばあさんに聞いたんだけども、渡りって言ってました。まあ、ちょっとそれより、下のですね、80歳ぐらいのばあさん、ちょっとすごく後ろめたさそうに、あと、じいさんなんかちょっとね、これは言っちゃ、なんか隠してる様子ですね。ちょっと、あんまり言っちゃいけないみたいな、なんかそういう雰囲気で言ってたんだけども、まあ、殿様の時代、まあ、まさに江戸時代ですね。その頃に、平民、まあ当時は平民っていうのは言わなかったんだけど、まあいわゆる一般の百姓よりも、一つ下の身分という形で渡りというものがあった。で、渡りの村のね、ちょっと近くの人なんかにも聞いてみたんだけども、やっぱりね、で、渡りってどういう意味ですかって聞いたら、その普通の人より下のものっていうような、そういう感じの扱いをしてたっていうんですね。自治会なんかも別だったり、まあそういうことだったそうなんですよ。少し昔の時代はね。ただまあ今はそういうものはもう分けるようなことはしないと自治会なんかも一緒だしっていうふうに言ってましたね。ただあんまり大きな声で言うような話ではないみたいな、まあそういった感じでしたね。で、まあ共通するのはね、やっぱりその渡りの村とされてるところっていうのは大体なんか寂れてますね。なんか人がいなくなってったりするんですよ。で、それはまあいろいろ理由はあると思うんだけども、やっぱ立地があんまし良くないですね。ちょっと川べりだったりとか、で、場所によっては本当ね、もう、海の近くでね、もう、本当波が来たらすぐに、高潮だったらすぐ浸かりそうな場所で、その場所として条件が良くないっていうのは確かにありました。で、この渡りっていう言葉を使うのが、三面川っていうのが村上市にありまして、大体その辺りの流域です。で、まあ、地元の人から実際、その名前出てきたのが、滝の口って言ってね、三面川の河口の辺りだとか、小川、あとは下新保ですね、そういうところにあるんですね。あと泉町のあたりにもあるんですよね。泉町でしたって、そのあたりにもあるんですね。これね、私ね、その事前の文献調査だと、ハゲガフチっていうところと岩ヶ崎っていうところにね、渡りの村があるとは文献で見てたんだけども、やっぱ地元の人によれば そうじゃなくて、滝の前だそうです。滝の前っていう場所で、ここがね、ちょっと微妙なところにあるんですよ。前輪の住宅地図で見ると、どうもこれハゲガフチと岩ヶ崎の境界にまたがるようにあるんですね、滝の前っていうところは。ただその地図によっては滝の前は滝の前で別になってるんですよね。で地元の人に言わせると、まあ滝の前は滝の前で別の村だっていうことになってるんだけども、前輪住宅地図で見ると、どうも滝の前ってこのハゲガフチと岩ヶ崎っていうところの中にまたがるようにあるんですね。だからまあ文献にそういう書かれ方をしたんでしょうね。でちなみにハゲガフチと岩ヶ崎はこれは別に渡りではないって言ってましたね。あと大使っていう言葉があってですね、これですね、荒川っていうのはまだ村上市のね、南の方にあるんですね。で、荒川のあたりでは大使っていう言葉が出てきて、で一番その代表的なのが湯の沢ですね。まあ昔よりね、ここは未指定地区なんです。未指定地区っていうか、まあ地元は東亜地区指定辞退したような場所なんだけども、まあここだと大使っていう言葉が使われて、でこの大使ってっていう言葉の語源っていうのがね、どうもまあ一説では聖徳太子みたいな、なんですよね。太子信仰っていうのがあって、聖徳太子を信仰するっていう、まあそういうものがあるんですね。で、この荒川のあたりのこの部落っていうのは船渡しをしてて、で、その船渡しの間ではその太子信仰っていうのは広まってたっていうんですね。まあこれは一説で、ただ湯の沢に関してはね、いやここは別にそんな渡しとかしてなかったよみたいな話なんですよね。すごい山が迫ってるところにあって、あんまし土地がない場所なんですよね。だから、まあ渡しをしてたかどうかはわからないんだけども、とにかく土地を持たなくて農業以外のことをやってたというところなんですね。ただここはですね、行ってみるとね、本当車が並んでてね、家も結構立派だし、そんな寂れてないんですよね。この湯の沢っていうことはところはちょっと例外ですよ。まあ部落と言われてるところでも、新潟の中でもあまり寂れてない場所でね。でそこでいろいろ聞いてみたんだけど、面白かったですよ。もう解放同盟に関してはね、あれは暴力団みたいなものだってはっきり言ってましたね。あんまし関わりたくないって言って、だから今回の件も聞いてみたんですよね。あんまり関わりたくないみたいな感じでしたね。本当解放同盟というか暴力団みたいなものだ。で昔その解放同盟がね、
まあ、個人給付金、貸付金とかをその対象にしろって言ってね、昔、行政に裁判を起こしたことがあったんだけどね、その時の話もね、やっぱ地元の人よく知ってるらしくて、なんか、老人騙して署名させてたとか、なんかそういうことを言ってました。だからもう、あれですね。まあ、西日本でもね、部落行ったら解放同盟の悪口相当聞くんだけども、やっぱ新潟でもそういう扱いなんですよ。うん、やっぱり、部落の住民からしても。で、あともう一つね、大変興味深い話があって、じゃあその、胎内市とかね、柴田市とか、まあ、このあたりも下越地方なんですけども、このあたりもじゃあ胎市って言うのかっていうとね、どうもそうは言わないみたいなんですよね。ただ、ちょっと一箇所ね、途中で柴田市のね、早見千葉っていうところに寄ってみたんですね。そしたらですね、その大使っていう言葉はないんだけども、昔の文献だと大使堂っていうのがあったって書いてあるんですね。まあおそらくは聖徳太子を祀ってたんでしょうね。でそれがですね、地元の人に聞くとね、今でもあるって言うんですよ。で、実際行ったら、もう、ボロボロで、まあ、ほぼ、朽ちてたんだけども、あったんですよね、お堂が。で、まあ、結構最近まで面倒見てる人がいたんだけども、もう、世話する人がいなくなっちゃって、あんな状態になって、まあ、ほっといた後はもう朽ちていくばかりだな、っていうふうに言ってたんだけども、それでも一応、大使堂っていうものがあって、で、大使っていう呼び方っていうのは地元ではないんだけども、でも、おそらく早見千葉に関しては大使信仰があったんだなっていうのはそのあたりでね、伺えるわけです。ということでね、なかなかね、新潟面白いことが分かってきました。で、まあこれからね、審査請求とかでね、私新潟にね、まあいろいろね、陳述とかで呼ばれるかもしれないんで、まあその度にちょっと新潟行ってみてですね、せっかくなんでね、新潟の部落についていろいろね、研究してみようかと思います。まあこのチャンネル、探訪動画は載せられないんだけども、純粋にこういう学術研究について語るのは今のところ別に問題ないみたいなんで、まあちゃんとね、ね、ちゃんとというか別に探訪だって僕ちゃんとやってるんだけども、こういう学術的なお話っていうのをまあしていこうかと思います。ということでね、今日もまた新潟のお話でした。